はい、工事現場ですね、現場に着きました。はい、ちょっと私日本の方に戻ってましてね、久しぶりなんですけども、はい、だいぶね立ち上がってますね。はい、ちょっと工事の様子をねカメラに収めたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょうどね向こうの方にね、もうねあんな風によいしょ、はい、何階かな、結構立ち上がってますね。クレーンがガンガン回って、でこの道路を、挟んで向かい側もこうショップハウスって言いますかね、はい、戸建てなんですよね。戸建てのビラ群がずっと並んで、この辺りにいろんなお店ができるんですよね。はい、ここももう工事が始まって今立ち上がってる最中ですね。はい、こんな感じですね。ちょっと今中に歩いてきましたけども、はい、これがずっとこう2階建て3階建てぐらいのショップハウスかな。向かい側がいろんな店舗とかね、いろんなのがこの辺りに立ちます。あんまり行くとねちょっと工事現場なんでね、ダメだって言われるかもしれませんけど、もう今日はもう強行で来てるんで、はい、ちょっと時間見つけてねパッと来ました。はい、こんな感じですね。今すごく立ち上がってます。はい、一応ここまでですかね。ここから向こうは工事現場なんで、はい、こんな感じですね。今立ち上がってます。何階かな、結構行ってますね。ウィンハム、はい、ビン単体書いてますよね。はい、こんな感じです。結構もうこの辺は柵があってね、何もなかったんですけど、だいぶ工事が進んでますね。はい、ここがね、ベトナム戦争に従軍された方々の、退役軍人の方々ご家族のための保養所なんですよね。ベトナム政府が提供している、はい、ちょうどねこの道路を挟んで向こうが今工事現場ですよね。物件、5つ星リゾートの物件なんですけど、もう本当にね目の前にこの、リゾートっていうか、保養所があるんですよね。でここは何かというと、温泉がここら辺湧くので、温泉の避暑地みたいな感じなんですよね。はい、なので退役軍人の方々のためのそういう物件でね、物件っていうかそういう保養所で、はい、もう何十年も前からねずっとここでこの保養所がこの、くたびれ具合を見ればわかると思うんですけど、はい、ずっとね、やってて、温泉がずっとねここで湧いて、退役軍人の方々、関係者の方々がここに、定期的にね温泉に浸かりに来てるらしいんですよね。はい、なんでこの辺り一帯タントゥイエリアっていうのはもう本当に温泉の湧くエリアですので、はい、なんとなくねちょっとプーンとこう硫黄っぽい匂いも漂ってるんですけども、はい、そんなエリアなんですよね。そこに今着々とね、工事が進んでいってるっていう、そういう状況です。ちょっと車に走りながら乗りながら撮ってます。ずーっとこの辺りがショップハウス、ショップハウスの1階がお店が入るんですよね。いろんなお店が、なんでこの辺りはね、はい、この辺りはもうお店レストラン街みたいな感じ、いろんなお土産物屋さんとかね、そういったものもできます。これでも日本のね鳥居をつけてるんですけどもね、象徴的な、これがもう正門なんですけどもね、はい、この辺一帯ずっとね開発が進むんですよね、これね。はい、ちょっと今ね工事中の、現場の様子を撮っています。はい、でこのねショップハウスがずらーっと立ち並ぶこのエリアのまた道路を挟んで向かい側、はい、今ねこう放牧地というかね、ちょっと向こうの方は田んぼになってますけども、はい、ここもね物件ですね、国際会議場とかね、あとは家族連れの方が来た時に何て言いますかね、ウォータースライダー付きの大きなプールとか、はい、要は歩泊まりしてね、一泊、楽しんでいってくださいねと、どんなお子様連れの家族連れでもね、
はい、ここで楽しめるような施設をこちらの方に作るんですよね。まだ今ちょっとその工事は進んでませんけども、はい、その予定の土地なんですよね。はい、ここももう、デベロッパーさんを抑えてます。こんな状況ですね。はい、まあね、こんな風に撮ってますけども、まあ、引き続きまたね、定期的に、近いんでね、ハノイから、ちょっとこう、パーッと車飛ばして今来たんですけど、またこれから定期的に送っていこうと思います。まあ、クレーンでどん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 多分ね、こっからは急ピッチに行くと思うんで、はい、基礎をね、打ってる時はね、なかなか立ち上がってこないんで、どうなのかなと思ってたんですけども、いや、基礎を割って立ち上がり始めると早いですよね。こんな感じです。はい、また現状の方は後日、お送りしますので楽しみにしておいてください。以上です。